さあ各場準備ができたようです。あとはスターターのリツカさんが、これ2周ね、みんな2周だからね、2周ね。まああとはリツカさんに任せます、スタートは。これどうなんだ。ガムズがスタートしますと言いさあ始まった。さあどうなる。ガリュウが言ってる。まさかのマキコがリカコが遅い。リカコがまさかの出遅れてます。さあここの水像を誰が抜けるか。おお、4名抜けてる。さあまさかのチャンユ1位、ザザが2位、3位がマキコ。さあここでクモの巣に、全員でクモの巣に、いやーさあクモの巣にはまっている。さあそのチャン、そのあれやり方まずい。さあ今このようになっております。あの後ろでクモの巣で、あーまさかのマキコが抜けた。マキコが抜けた。さあやはりあのクモの巣はハマってしまうと一気に追いつかれてしまいます。さあここを抜けて、ここの反り立つ壁、この反り立つ壁で、さあこの反り立つ壁どうなる。やっぱいろんな人がいるとちょっと邪魔でいけなくなる。あマキコがつらった。マキコ、さあここでチャンユが抜けた。さあ独走状態のチャンユ選手。ここもすんなりと抜けていく。後ろから誰もまだ来ていない。あ来ている、マキコが来ている。さあここを抜けられるか。まず1段目、そして2段目、3段目も引っかからずに来た。さあ1周目はチャンユがそのまま行って、さあ2周目に入りました。圧倒的優位かもしれません。ただこれはこの後どうなるか。何かをしている。こっちから行こうとしている。こっちの方が楽なのかもしれない。さあ、後続の馬見えません。さあ、ここでクモの巣にはまったが後ろから来ていない。さあ、ここでもクモの巣にはまったが後ろから来ていない。周りは夜になってます。周りは夜になっているため、もしかしたらクリーパーが出るかもしれません。そんなことも、考えながらさ、二周目の反り立つ壁に到達。ここをすんなり越えられるか。一段目、そして二段目、三段目も、圧倒的独走状態。このままゴールしてしまうんだろうか。後続の馬見えません。最後の動物さんたちゾーン、ここを抜けて、さあ見えない後ろから馬が、そして最後の直線、一段目、何かがいました今、ゴール。なんだあれ。東京中山競馬場。それではリツカさんお願いします。R1 ツカガムズがスタートと言いました。さあ今はが2、3、4、5、ザザザザ、オッケーって押すわ。じゃあチャイムあと10秒。さあこの差がどうなるか。今どこまで誰が言ってるんでしょう。4、3、2、1、OK。チャイム OK。さあ行きましょう。どうなってるんだ一体。わかりません。誰がどこにいるんでしょう。誰がどこにいるの。ね、今誰がどこにいるの。
あー、誰、これ、トップ、これ、戦闘か？え？これ、ザザ？え？あ、マキコ、じゃ、これ、戦闘だわ。あれ、これ、戦闘がザザだ。戦闘側の10秒ハンデのザザになってます。何が行われたんでしょう、あそこの、この10秒のハンデを。もろともしてない。ただ、後ろからマキコが、かなりの僅差で。これはまだわからない、どうなるか。さあ、どうなる。ほとんど差はついていない。さあ、ザザ、1段目、2段目。抜けた。マキコも1段目、2段目。さあ、抜けてる。さあ、ザザが2周目に入った。待って、これでリカコゴールしてたらどうしたらいいんだろう。わかんねえや、リカコは。リカコ選手はどこにいるかわかりません。あー、マキコが、マキコ沈んだ。あ、リカコさん見てる。さあ、ザザが今トップを走ってます。何もなければ、さあ、ここでクモの巣で引っかかったか、こっから。さあ、抜けた。ここをすんなり抜ければかなり勝、かなり優勝が、優勝の可能性がかなり高まってます。ここを抜けれるかすんなり。一段目。さあ、落ちてしまった。さあ、もう一回登り。さあ、ソリタつかめをクリア。まだ巻き込は来ていない。リカコどこ？あれ、まさかこれは。うわ、リカ、リカコ、ここにリカーザーさんが、リカコが、いや、まだわからない。ここでもし、ここでハマったら、ハマらなかった、ザザゴール。リカコ、おっそ。ねえ、何があったの？さあ、この晴天の中、各場で揃っております。それでは、参ります。悪神機がレディーと言いました。いいよ、いつでも。さあ、今、ストップウォッチがあれしてます。マキコ。マキコ。マキコ、オケまで、もうちょい。ガチマジがマキコ、ザザオケ。ハンデどうなってる？電話してかけなかった。ハンデ若干ある。ザザに、あ、もうちょい、2、1。ガチマジがザザオケレと言いました。チャンユ、オケ。3、2、1。ガチマジがチャ、さあ、どうなるんだ。さあ、行ってみましょう。行ってみましょう。リカコ、おっそ。うわ、ここで。全員あそこにいた。まさかの。よ、ガリュウが、リツカさんと、ガリュウ選手。それはザザか？さあ、まず、そり立つ壁、一周目。ここすんなりいけるか。いやー、落ちた。さあ、リツカさん。あ、落ちた。あ、ザザは行ってきた。さあ、後ろからチャンユがやってきてる。まあ、チャンユが落ちた。さあ、ザザ選手。ザザの馬が、さあ、後ろから来ている。今のところ、ザザが1位で、さあ、後ろから誰だ、あれは。後ろから来てるは誰だ、あれは。あれはガリュウか？さあ、チャンユも来ている。これはなかなかいい勝負だ。ここをすんなり抜けて、高めにジャンプ。さあ、ザザが1周目終わった。さあ、2周目。リカコどこ？リカコは、
リカコはガト生が見ててくれる、きっと。さあ、ザザが行った！この水ゾーンを難なく越え！今のところ後ろの馬見えておりません。チフユキ227がキャラクターの見た目を。ああ、ここでクモの巣、ああ、ここもクモの巣だ、これが！どう響くか！ここのクモの巣はしょうがない。さあ、ここ、うわ、ここ引っかからないで越えた！さあ、このスライムのところはゆっくり、いやーはまったはまった、この間に後ろから来られたらまずい。ただ後ろからまだ来ていない。いやーこれ、なん、これ誰だこれは、マキコが来てる。まさかで、まさかここでマキコが、マキコが来ています。ああマキコが追いついたザザに。さあ、ザザ、ここすんなりいけるか、いった。あー、マキコが落ちた。さあ、マキコもクリアした。まだわからない。最後のクモの巣で引っかかる。もしくはここの動物ゾーンで引っかかると。全然逆転はある。さあ、すんなりいけるか。すんなりいっている。ここを超えられるか。ここを冷静にいけるか。あー、リカコさあ、さあ、さあ、ゴール。あー、リカコさあ、2着はマキコ。リカコがここだったか。ゲームモードがスペクテーターに変更されました。あなたのゲームモードをスペクテーターに設定しました。リケレコッチは溶岩遊泳を試みた。死んだ、誰か。三遊一零九は溶岩遊泳を試みた。ドグドチュナ15668は溶岩遊泳を試みた。R1 つかまむずは溶岩遊泳を試みた。発症してない、始まって終わった。ちょっと待ってな。ゲームモードがサバイバルに変更されました。あなたのゲームモードをサバイバルに設定しました。ゲームモードがスペクテーターに変更されました。おい、戦え、お前たち。ゲームモードをスペクテーターに設定しました。ログドチュナ15668は溶岩遊泳を試みた。ギゴリラ9134は溶岩遊泳を試みた。チフユキ227がゲームを退出しました。浮世絵太郎は溶岩遊泳を試みた。マキコ1861新規買った。ゲールデスは悪新規に殺害された。なるほど、まあ、こういうゲームだ。あの、武器防具なしな。マキコ1861がみんなについてきてほしい。それじゃあ皆さん頑張ってください。行きます。ゲユデスが拍手をしています。みんなの戦う姿、輝いてます。頑張れ。ゲームモードがスペクト。お見合いしてる。めちゃくちゃお見合いしてる。おい、お見合いすんな。お見合いするな。さっきの一戦で成長してるみんな。あんま戦ってやられることを気づいてる。R1 カガムズは溶岩遊泳を試みた。マキコ1861は溶岩遊泳を試みた。お見合いすんなよ。お見合いすんなよ。戦えよ。
新規うまい、マジで。新規うまいらしいぞ、みんな。新規が優勝候補らしい。ギョ振った方がいいかもしんない。これ普通に殴り殺されるパターンあるからな。ちなみに。R1 つかがむずがゲームを退出しました。いやー、減ってきました。さあ、どうなる。まさかのここでガトナマが来た。ここでガトナマが勝ったらワンチャンいける。頑張れ。頑張れ。それありな。わかんねえ、俺も。でもなんかなるようになるよ、きっと。神のみぞ知る。勝ちたかったら全員倒せ。ジゴリラ級14は悪神器に殺害された。いや、めっちゃおもろそう、これ。めっちゃおもろそう、これ。ギョフレ！ギョフレ！サイドで姉妹が眺めてんのもろっつ。ああ！乱入者が死んだ。さあ、この3人の誰かだ。体力もないんじゃないか、まさか。お見合いしてる。三つどもえ。三すくみ。負けたくない。意地の戦い。さあ、新規とチャンユーだ。新規がまさかの2連覇あるか？これ。読み込みまたら勝手に真ん中にスポーンした。やっぱこれ人数制限入っちゃってんのかもしんない。わかんねえや。ちょっとわかんない。見てみるわ、ちょっと。見てみないとわかんない。めっちゃおみ、俺クリーパー出すぞ、そんなしてると。すげえあれしてる。二人すげえ、体力もわかんねえからな、二人の。お、飯食うなよ。飯なしだからな。飯食うなよ。うまい。お互いの体力見えたらおもろいんだけど。見えないから、より。立ていらない。立てないとすぐ死ぬぞ、多分。夜明けてきた。朝まで。うま！え、新規うま！なんかうまいこと入場して。行くよ、じゃあ。みんな準備できたかな？よーい！行くよ。じゃあ俺がチャット打つわ。チャット打ったらね。行くよ。まあ早く帰ってきて、ガリュウさん。もうやってるから、もう。もうやってるから。くっ！太郎1570は溶岩遊泳を試みた。
ティゴリラ9134は溶岩遊泳を試みた。あぶねえ。経由で溶岩遊泳を試みた。リケレコッチは溶岩遊泳を試みた。マキコ1861は溶岩遊泳を試みた。リケレタロウ1670は溶岩遊泳を試みた。おい、俺を真ん中にすんじゃねえ。俺をその位置に持ってくるんじゃねえ。あらねえ、ここどこ、ねえ、ここどこ。なんで俺こっちで復活してんだよ。チャンユ不正した。チャンユさんの不正が。くっそー。リケレコッチがゲームを退出しました。あいつら一晩中戦ってるわ。ゲームモードがスペクテーターに変更されました。あなたのゲームモードをスペクテーターに設定しました。不正ペナルティ何したの。不正、おい、もう朝だぞ。まだやってる、あの二人。清江太郎1570がゲームを退出しました。本当に負けられないんだな。負けたくないんだ。素手立てに負けたくないんだ。檻の上まで飛んだけど戻ったってリカコが言ってる。マジで。おい、それは卑怯だな。じゃあもっとこれ高くすればよかった、檻。もう引けない。全く男の子はいつもそう。でもこうやって成長するの、男の子は。ここで勝ったか負けたかで、その先の将来が大きく変わるの。いつまでやってんだよ、おめえら。なんでそんないい勝負してんの、二人でずーっと。クリーパー召喚したいな。この二人この二人いつまでやってんの、ね、クリーパー召喚ってどうやんだっけ、どうやんのやり方。サーモンだって。クリーパー。対象の召喚に成功しました。対象の召喚に成功しました。あの二人のびっくりした顔が。対象の召喚に成功。あ、死んだ。お前、今の良かった。すげえ、すげえ、あの二人びっくりしてたのがめっちゃおもろかったわ。え、クリーパー来た。え、クリーパー来たってなったのめっちゃ良かった。いい戦い見せてもらった。二人の。よかった、今の二人のびっくりしたリアクション100点でした。すごい良かったです。ということで、本日のマイクラ企画以上です。